京地系、紅葉国京地系は、日本の三重県名張市にある渓谷。自然継承地であり、木津川水系の一過線である名張川の支流、小連寺川の上流域に位置している。県道81号線がなぞって走る名張川の支流である小連寺川の上流域にあり、谷の長さは8キロメートルに及ぶ。一帯を構成するのは、 ロウにて1500万年前に起こった火山の噴火によって堆積した安山岩であり、それが幾年もの歳月をかけて侵食され続けたことで、今日の景観が形作られた。また、中上雪理による壮大な崖が両岸にそびえ立つ。両部岩、天狗柱井は悲鳴岩、鹿落ち岩などと名付けられた、紀岩群が人の目を楽しませるほか、茶屋滝、 松上げ淵などの名所も見られる。また、一帯は野生動物と植生の宝庫でもあり、特に紅葉の季節には山が真っ赤に色づくことから、関西、中京方面からの観光客で賑わう。2013年の観光入り込み客数は128,446人。なお、京地系の一部を含む昇連寺川の最上流域は奈良県宇田郡ソニ村に属している。 京地系は、室上亀青山国定公園の指定区域となっている。近鉄名張駅より、山かす市、または、ソニ高原行き、三重交通バスで、約30分。紅葉国バス停、京地橋バス停、落合バス停下車。ありがとうございます。